えー、ロマンさんツイートでカマダドルトムント出たんだ。そっか。まだビッグクラブ行く前の前段階ってか、それはカマダに夢乗せてる人の考え方で、別にカマダのキャリアだからいいんじゃないですかね。うん、ドルトムントで別にね、最後まで行っても、マルコロイスだってそんなわけだしね。T イカにマジソンチルウェイのガサ出てました。おーマジソンよく出るけどね。最近だってカマダも。 あれね、サビッツァのパフォーマンスを見ると、鎌田の方が良かったんじゃないかっていうシーンがね、思ったよりサビッツアは不器用ですね。プレミア日本人ね、それこそ鎌田来たりしたら盛り上がりますよね。鎌田,スパ鎌田がね契約更新してないっていう話でしょ。いや、でもそういう風になってみると分かんないですね、実際。今多分コンテ欲しいのはダブルボランチの一角の選手だけど、鎌田がね、プレミアでダブルボランチの一角で、ね、フルシーズンいいパフォーマンス発揮できるかっていうと難しいというかね、あとコンテとキャラクター合わなそうっていう。 あのスマートな感じというか、イジルとコンテって多分一緒にやってたら絶対あるじゃん。その感じになりそうなのかね。2列目の中央でやらせてもらえるチームがいいから、今、スパーズの場合はそこの前のところはブライアンヒルいたり、クルゼフスキーいたり、ギシャルイソンもいるわけだし、そのケインとソン・フミは当然として。そう、ダブルボランチの一角でね、ビスマとか、ね、今出てるホイビアとかさ、ベンダークールとか、あの辺と争わなきゃいけないってなると結構ハードル高いですよね。 もっと2列目の中央でしっかり場所もらえるようなチーム行くのがいいと思いますけどね。それこそマカリスター出てった後のブライトンとかね。そんなプレミアとかにこだわりあんのかなカマのそこの移籍規模わかんないけど。カマダ、ブライトンはうまくいきそうですよね。あ、カマダ26か。普通にブライトンとかいいと思いますけどね。マカリスター絶対出てっちゃうでしょこのままだと。カマダに関してはね。自分をね、いい意味でも悪い意味でも持ってるから。 使わないんなら呼ばないでほしいっていう話だったりとか。態度悪くて損してるって言われた時にはなんで俺が変えなきゃいけないんですかみたいな話だったりとか。そのメンタリティが今もそのまま継続わかんないけど、売れない信念があって、いいプレイになってたり、ヨーロッパ生き残ってるところと、それによってもっと上に行けるはずなのに、日本人では有名だけど、世界的には有名になってないところがあるみたいなね。 それこそ技術レベルで言ったらバルセロナでやっててもおかしくないぐらいの選手ですからね、鎌田に関しては。自分があの気持ちよくプレーできるとこ行ってほしいなと思いますね。鎌田がステップアップする上で行くべきリーグやチームはどこだと思いますかいや、普通にバルセロナでやれそうですよね、鎌田だったら。鎌田はバルサは全然行けると思う。もうもうこの間言ったみたいな、ペドリー、ガビー、プラス一人で決心てはまってない、で、えー、ニコはまだ戻ってきないってなると、 まあベルナードシューバーとか本当はね、チャビ取りたいだろうけど、そんな予算ないから、うないとかカマダとか安くてバルサのサッカーできそうな人みたいな。で、カマダは相手見ながらサッカーできるし、インサイドハーフもシャドウもできるし、みたいな。守備もしっかりね、チームで一番走る日もあるぐらいやれるっていうところだから。カマダのバルサは、 心配なのは、あと言葉の部分とかですよね。行ったチームに対して、えー、自分自身のエゴがぶつかるみたいなことがなければ、うまくいくと思います。フランクフルトだと、王様とは言わないけども、鎌田っていうキャラクターを尊重してもらえるチームであるじゃん。それがバルサだと、ペドリー、ガビと争いながら、毎回出れるわけじゃないけど、出た時には結果残してみたいな。だから南の目みたいな扱いになると思うんですよね、鎌田が。バルサ行ったら、いい選手だけど、ライバル強すぎるね、みたいな。僕は、 バルサでやれるだろうけど、カマダのポテンシャルは。僕はそういうチームじゃなくて、カマダが試合に出られるチーム。結局ね、あの、アムラバトとかフィオレンディーナの選手だけど、いい選手だったじゃん。みたいな。いるクラブよりも大事なのは、その選手が何をしてるかですから。どんなプレイヤーだからって、ステップアップするなって言われるとバルサとか言っちゃうけど、別に、うん、クラブのステップアップとかは別に狙わなくてもいいっていうか、カマダ自身が次のワールドカップでもベストパフォーマンス出せるクラブを選んでるのが、みたいですけどね。